皆さんこんにちは。今回は少子化っていいの、良くないのってことでお話をさせていただきます。今とにかく少子化対策とかですね、とにかく人口が減っていく、なんとかせんといかんという話がほとんどメジャーになってます。人口が減るのがいいなんてことを言うとですね、何を言ってるんだってことになるぐらいですけども、あなたは改めて考えてどう思いますか？少子化はいいのか良くないのか。私はいいも良くないもないと思います。つまりその社会にふさわしい人口に向かっていくだけのことなんです。いくらですね、産めを増やせを言ったって、その社会が求めるキャパというのがありますから、そのキャパに近づいていくだけのことなんですね。で、分かりやすく言うとですね、江戸時代は、250年間人口変わってないんですね。それは産めを増やせよと言わなかったか言ったかは分かりませんけども、とにかく幕府はですね、人口を増やせとも言ってませんし、減らせとも言ってません。で、それはですね、自給自足の社会ですから、その範で、生きられる人しか生きられないんですね。もうちょっと専門的なことを言うと、例えば、加賀100万石とかですね、米沢40万石とか言うとですね、実は40万石というと人口40万人が支えられる経済力だということなんです。で、例えばなんとか5万石というと5万人が生きられる経済力で、経済力って何かというとですね、お金じゃなくて実は食べ物なんですね。つまり5万石というと5万人が食べられる米の石高なんですね。ですから、実は江戸時代の何万石何万石を全部足すと3000万石、つまり3000万人が生きられる社会だったんですよ。だから増やせと言われようが、減らせと言われようが、どうしてもその3000万石より増えないんですね。逆に言えば、なんか飢饉が来たり、大火事が来たりして減ったりしても、結局その3000万石のところで飽和するわけなんですね。で、人口ってそんなものなんです。で、それがですね、人が多い方がいいんだ、富国強兵策だと言った時は人口増えていきました。で、そしてですね、戦争で、たくさんの人が死んで食べ物がなくなって大変な時代だったんだけど、戦後ベビーブームというのがありますね。その時はですね、約300万人生まれたんです。今そのもっと子供を産んでくださいというのはなぜかというとですね、経済はその人口に比例するんですね。だから中国は大きいわけですね。たくさんの人が生きるためには、たくさんの、消費をしないといけないし、たくさんのものが必要だということで、経済を増やすためにはですね、人口を増やしたいわけなんですね。だけど、その日本は今1億2700万人まで上がりましたけども、今減ってるわけです。だいたい毎年数十万人ずつ減ってしまいます。日本の平均年齢はなんとですね、以前は20代だったんですけども、戦争の後はですね、20代だったんですが、今の日本の平均年齢45歳なんです。もう20歳以上も年取ってるわけですね。だから平均年齢45歳だから、もう60以上、65歳以上がもう何千万人いるわけですね。そしたらその人たちは年金がいる。で、年金を払うためには若い人がもっと増えないといけない。だから年金のためにも GDP のためにも経済拡大のためにも人を増やさないといけないというのは今政府の考えですね。経済界の考えです。ですから、やはりそこが問題なんです。もう産みたくないし、育てる自信がない、お金が大変という、その社会を根本から変えていけない限り、私は減っていくのが当然だと思います。むしろ資源とかですね、エネルギーとかいろんな問題を考えると減っていくのが自然。私は減っていくのに賛成というんじゃなくて、この社会そのものがですね、キャパが落ちてるわけですね。だからキャパが減ってるのに、お金をあげるから子供を作ってって、それは無理ですよね。で、一言申しますならば、一人の子供を産むとですね、大体その子を二十歳まで育てるために、大体もちろんね、私学に行くとか塾に行かさないで違いますけど、大体最低1000万、多くて2000万のお金がかかるそうです、一人の子供を作るとね。ですから子供二人だったら2000万から4000万、それをですね、20年間払うということは、大体毎年200万円のお金がかかるっていうことです。ですから本当にその苦しい中で子供たちのために200万円のお金が作れるかどうかということで、やっぱり現実的に考えてしまうわけですね。ですから私はやっぱりこの社会のキャパが今縮んでると思います。だからそれを
大きくしなければならないと思いません。むしろ本当に無理をしないで子供が育てられる、安心して子供が産める社会にすることがいいと思います。だからそれは人口を増やす必要ではなくって、むしろ安心する社会を私たちが作っていこうということではないでしょうか。